だったと思うんですけど、ちょっともう一回その忙しい日程を振り返っていただきたいと思います。今この状態でいくらいない名古屋でちょっと落車をしてしまって、その時は一番大きい怪我は左手首で、なんかあの意識がなかったので、まずね、多分頭の脳震盪が一番あれだったのかなと思うんですけど、起きた時はとりあえず手が痛かったと顔が痛かったっていうのはあります。でその治療をして、でちょっとその小倉で右肩で使ったっていうのもあってみたいな、ちょっと落車で緩んじゃったのかなって肩が、まあ、そんな中小倉もその後、まあ、全日本トラックも頑張って、はい、平塚もよくその体のまんま優勝できたなと思ったぐらいですけど、今の体はどうですか？もうしっかり平塚終わってケアもしながら、もう一回やっぱり練習もあんまりできなかったので、しっかり練習をして山に行ったりしてトレーニングしたりして、もう一回立て直してきたので、で昨日の夕方までしっかり乗り込んできたので自信はあります。やっぱり山登りこうじわーっとやっていくのがこう原点というか体作り、そうですね、あれが一番私は追い込めるので、やっぱりそれをきついことをやったから自信につながるのかなと思います。やっぱりゆうかさん高校が中間高校で熊本だったので、全日本トラックの時1回直後に行かれて、でその時にまあ仲間と会われたっていうのを伺っているけど、やっぱりその会ってみてってのはどうですか？やっぱり自分が思ってた以上にやっぱり道とかもその地震の影響で崩れたりもしてたし、やっぱり、ね、みんなが体育館で寝てたりするのを見るとやっぱり想像以上だなっていうので、ちょっとすごいショックだったんですけど、でもなんかその仲間とか先輩たちから、もう私たちは優香を応援してるから頑張ってねって逆に励まされたので、やっぱり中途半端にはできないなと思います。平塚帰ってからもうちょっと行ったりはされたんですか？そうですね、1回行ったんですけど、なんかその時はもう物資は運ばなくていいみたいな報道がもう出てたんで、とりあえず先輩たちが会いに来てって言われたんで、とりあえず会いに行きました。そういうのが一番、物資も大事なんですけど、やっぱりあるだけでも違いますもんね。そうですね、あんまり逆に自分が励まされただけで、先輩たちになんかいじられただけで終わったんですけど、でももう一回行きたい、これが終わって行きたいと思います。今回その5月2日に大会があるから伝えてた？はい、もう伝えました。で大きい大会があるから、先輩たちのおかげで走れると思って頑張りますって言ったら、テレビつくかどうか分かんないけど応援するって言ってました。なんとか方法を探して見る